生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーブ。ちょっと軍隊風に行った。テンション上がっちゃったわ。そんなことってもっとな、もっとなテンション上がることが起きてん。なんや、8分してん。8分、そう。何が8分したん？もう今日めっちゃすごい大きい告知します。そんなに？うん、行くで。なになになに、この私、小原ブラスが結婚をすることが決まったというわけではなくて。あ、違うんかい。そう、今びっくりした。マジに夢中っていう番組知ってる？知ってる。そう、あれのレギュラーで黒船特派員として毎週水曜日に出演することが決まったの。イエーイ。だからな、もう今日は一発お祝いしたろうと思って。え、じゃあせーの、これがやりたかったん。ちょっと何これ。バズーカクラッカーっていうらしいね。やばくない？何が飛び出てくるの？わからんねん。それはもう道、これはわからん。これはなんかこの辺からポンって多分出るんやと思うねんけど。でもさ、何が出んのって話。わからん。爆発しそうだ。わからん。じゃない、このなんかさ、見た目からしてさ、こんななんかポポってしよう。もういいで。もう見るから。もう早く打ちたいねん。怖いねんけど。怖いの早く終わらせたいねん。行くで。行くで。頑張るよ。準備できた？心の準備できた？できた。じゃあ行くで。せーの。めっちゃ怖いねんけど。っていうわけでな、もうどこにぶら下げてんねん。まあ、で、ね、いや、お祝いできてめっちゃいいんやけど。そう、一応な、まあ、今回改めてちょっと詳細をお伝えをします。5時に夢中、東京 MX で放送している5時に夢中です。一部群馬とか、サンテレビって言って関西の方でも一部映るような番組なんだけども、毎日平日夕方5時から放送している番組になるんだけども、うん、まあ、それの水曜日に出ます。ってことは水曜日毎週見れるってことな。毎週水曜日に出る。で、黒船特派員って言ってちょっとレポーターをしたりとか、天気予報を読んだりとか、まあ、なんかそういった立ち位置で出るみたいな。1回だけ出たことあんの、見てない？え、見た。もううち見たよ。た、多分見てる人結構多かったと思うよ。あの目にさ、水を入れてさ。そうそうそう、目に水を溜めて、やったやったやった。うん、そう、まあ、だから、まあ、ぜひそれを見てほしくて、今日はちょっと見どころみたいなところを伝えていこうかなと思って。その番組のなんか知らん人もいっぱいおると思うね。見たことないっていう人とかもおるから、まあぜひそれをどういった番組なんかっていうのを今回紹介してみたいなって思います。お願いします。はい。でな、結構なその霜が多いっていうのもあんねんけど、自分結構木曜結構見てて、木曜日に大好きな岩井志麻子さんって人が出てんねんな。で、なんか昔半蔵門の駅の周辺にめっちゃ岩井志麻子さんを批判するようななんかビラがいっぱい配られたことがあったね。あ、そうなん。そう。で、そのビラにな、何が書いてあるかっていうと、岩井志麻子さんはもう差別主義者だみたいなことが書いてて、で、具体的なところは何かっていうと、岩井志麻子さんが毎回番組の中でこう言いまくるのに、まんまるこうの方は言わへんって言って。あ、そっちの方、あ、差別や。そうっていうことで問題になって、で、上層部からな、なんかそのもう岩井さんにあんまり言わせるなみたいなことになったらしくて、禁止令が一回出たことがあるぐらい。まんまる子じゃなくて。そう、だから最近はチンベルって言ってな、こうっていう時には必ずなベルをって鳴らしてこうって言って言ってるらしい。めっちゃ多いやん。血もネタが多いっていうのが一つ。大丈夫なんや。うん。で、あと二つ目が、まあ、生放送で結構キー局ではないから、ローカルっちゃローカルやから、割と出演者が自由に喋れるっていうところで、キー局でめっちゃトークが上手い人が意外と失敗するとこが見れるっていうのが、まあやっぱね、やっぱ修正してなんか切ったりとか、そうそうそう、ちゃんと上手いことやってくれはるから。でそれがないねん。割ともうそのまま言うから、そのまま流すから、もうマツコさんとかでもたまに失敗する。そう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 。それもでも見どころやんな。おもろいやんな。で、もう一つ、これはもう毎回自分すごい好きやねんけど、まあ、視聴者から結構お便りが来んねんけどな、うん、お便り、まあ、お便りってなんかそもそもなんか昭和感やんか。今なかなかさ、お便りを読ませていただきますなんてテレビなんてないけど、でもあんねん、それが、その番組場所が。で、そのお便りのペンネームが結構そこそこおもろい。俺も結構好き。なんかペンネームの、じゃあなんかベスト3とかも結構やばかったとかおもろかったやつをちょっと言って。じゃあ小原ブラスが最も
興奮をしたペンネーム第3位、ここ最近で興奮したペンネーム第3位を、トップ3を紹介していこう。じゃあトップ3の、はい、3をニコタマイッコチンさん。ニコタマイッコチンさん、なんか結構すごい名前の。ニコタマイッコチンさん。イッコチンさんってなんだ。ついてねえだろっていう話やんな。で真面目に言うねん、それをニコタマイッコチンさんからの頼りって言って、で全然真面目なことは書いてるんだけど、確かに見たけど、なんか結構すごいのが来るやろ。これ普通に読まれるんだね。そう、結構おもろいから、もう何でも言ってもいい、読んでくれるから。そうそう、読んでくれるね。そういうのをめっちゃまんまるとか、なんかそういうのも書かれたりするかもしれないみたいな。で第2位行こうか。第2位、え、それが3って、めっちゃおもろいから。第2位もっとやばい、結構やばい。じゃあ第2位、大きな栗の木の下のアナルの手前さんからの。やばい。これ地上波で流してええのって思わん。それはしかもめっちゃ真面目に読んでんやろ。うん、大きな栗の木の下のアナルの手前さんからのお便りです。興奮したね、うん、それはやばいな。なんかさ、ちょっと大丈夫だなってなるよね。なる、聞いてて、なる、なってた、あの、番組でも。ちょっと待って、じゃあ位置がめっちゃ気になってくるやん。1、ピロシキーズ大好きさんからのお便り。うわー、それめっちゃ嬉しいやん。めっちゃ興奮したね、出た時。興奮して iPhone に保存したもん、そのなんか録画して。どういうことってことは、ピロシキーズを見てくれてる人がお便りを送って、送った。で、全然ピロシキーと関係のない、ピロシキーズと全然関係のないお便りやったね。でそれ見たときは結構やっぱ興奮したし、すぐなんかもういろんな人に見て見て見た見たって送った。え、なんかそのドヤ顔は送ってやったみたいな。そう、だからまあそういういろんな見どころがあるからな。まあ霜もあり、失敗もあり、まああと結構ニュースとかでも話題になったりするぐらい結構過激な発言とかもあったりするから。全てが生々しいってこと。お、生放送だけに。生放送だけに生々しい。まあ、だからぜひ今まで見てなかった人もないか、ぜひ見てみて、まあ、ちょっと地方の方、地方の方って言うとまた失礼やな、東京はじゃあ地方じゃないのかってなるからな、まあ、東京じゃない、東京圏じゃない方でも、まあ、ちょっと見れるようなところがもしあったらね、ぜひ調べてみて、見てみてください。絶対見る、絶対見てや、楽しみにしてや。ペロペロー。